ビッカース・ウェリントンビッカース・ウェリントンは第二次世界大戦初期のイギリス空軍で使用されたビッカース社製の爆撃機である。ビッカース社独特の体験構造の機体を持つ爆撃機で第二次世界大戦初期のイギリス空軍において爆撃機部隊の柱として活躍しウィンピーの愛称で親しまれた。1943年秋以降は爆撃任務から外され沿岸哨戒や 輸送任務で使用された。本来は昼間爆撃機として設計されたものの、夜間爆撃機や対戦障害機としての活躍が顕著であった。本機の開発はイギリス空軍から出された新型爆撃機の使用に従って1932年9月から開始された。原型機は1936年6月に初飛行士その年の航空省で、 最新兵器として紹介されたが、翌年墜落事故を起こして失われた。しかし空軍は、この機体の生産系を180機発注し、量産1号系向系1は1937年12月に初飛行した。ウェリントンは、角張った胴体を持つ、双発機で、胴体、翼等の主要部分は、ビッカース社独特の体験構造で作られていた。これは、 金属製の細い素材をカゴ状に編み、その上からハフを張った構造で、頑丈かつ軽量で、多少の敵からの攻撃でも大きな破壊から免れることができるという利点があった。反面、製造工程が複雑になることや、機密性に劣るため高高度での活動には不向きである、等の欠点もあった。最初の量産型は、機種と機微に動力式の連装式の銃座を持ち、 爆弾は、腹部の爆弾層に 2000kg 搭載できた。エンジンは、初期の方では 1000HP のブリストルペガサスだったが、その後、ロールスロイスマーリン10やブリストルハーキュリーズ3に強化されている。1938年から、部隊配属が開始され、第二次世界大戦始戦時には6個の飛行隊に配備されていた。1939年9月に、 ブルンスビュッテルに爆撃を行ったのが、本機の偉人で、その後しばらくは昼間爆撃に用いられた。しかし、同年12月の作戦において、作戦参加機の半分以上を喪失もしくは、大破させられるという損害を被ったことをきっかけにして、本機は夜間爆撃任務に回されることになった。夜間爆撃機としては、本機はよく働き、対戦前半にはドイツ及び、 イタリアの工業地帯爆撃に活躍したほか、中東、北、アフリカ、ギリシャ方面でも活動した。また、1942年にはインドにも派遣され、イギリスの極東における最初の長距離爆撃機となった。対戦後半になると爆撃機として使用するには、性能的には苦しくなり、1943年秋以降は、沿岸航空隊における、紹介任務や輸送、 爆撃練習などで利用されるようになった。機体の容量に余裕があり、扱いやすく、また長時間飛行できる機体だったため、これらの任務のための専用型の生産が続けられ、最後の生産機が生産ラインを出たのは、大戦終結後の1945年10月だった。金属の骨組みに布を貼った構造国民から教出された金属や紙などが、どのように、 ビッカース・ウェリントン爆撃機に使用されたかを解説するポスター通常60時間で製造されるが EN ビッカース・ウェリントン LN514 はアメリカ合衆国カリフォルニア州の工場が打ち立てた爆撃機の製造時間48時間を打ち破り23時間50分で作り上げ製造開始から24時間48分で離陸したこの様子は プロパガンダとして録画され、イギリスとアメリカで放送された。ありがとうございます。